はい。えー、っと、オンライン教師研修の、えー、コース B の皆さん、こんにちは。えー、このビデオは、えー、教師の役割と学習者のコミュニティ第1週のトピックの第6本目の、えー、ビデオですね。6本目は、えー、1月13日の Google Meet でやることについてお話しします。はい。えー、1月13日の Google Meet では、最初に、えー、ビデオの復習と自己紹介をします。自己紹介は私が皆さんに紹介するんじゃなくて、皆さん同士で自己紹介をしてもらいます。 学習コミュニティを作るためですね。そして、ビデオについての質疑応答とクイズがあって、えー、あの私たちのクラスの名前を考え、そして、教科書を皆さんに郵送して、スラックの参加についてのサポートもします。最初のビデオの復習と自己紹介ですが、これはブレイクアウトルームに分かれて自己紹介をします。 で、ビデオを見てない人は見た人に質問してください。まあ、これをビデオで言ってもしょうがないんですけどね。で、ビデオを見た人は質問されますから質問に答えてください。で、ビデオ、ビデオを見てもよくわからなかったことは後で質疑応答の時間に質問してください。えー、この時ですね。これの後にすぐ、えー、質疑応答をします。はい。で、えー、一応クイズというのも一応あります。これはとても簡単なクイズですから、ビデオを見ていればすぐに誰でも答えられるようなクイズです。 はい。えー、それから私たちの、えー、あ、ごめんなさい。えー、私たちの、えー、っと、TTC のコース B なんですけど、実はコース B というのは2つあります。で、スラックとかでとても間違いやすいから、えち、ー、間違いやすいですから、あの、私たちの名前を決めたいと思います。で、えー、Google スプレッドシートで皆さんに、あの、えー、こういう、 名前がいいというのを提案してもらって、それを Google フォームで投票してもらいたいと思います。はい。で、例えば、学校ではクラスの名前では3年 B 組っていうようなクラスがあります。3年 A 組とか2年 C 組とかそういうのですね。2年1組とか1年2組とかそういうのもあります。運動会では赤組、白組っていうふうに分かれることがありますし、宝塚っていうその女の人だけでミュージカルをやるとても有名なグループがありますけど、ここではこういう花、 組月組とかですね。雪組、星組、空組。というふうに、えー、そういうクラスの名前があります。ですけどもちろん、組という言葉がついていなくても全く構いません。えー、自由に、えー、提案して皆さんで投票して決めましょう。はい。えー、それから、えっ、ー、と、教科書を郵送します。で、えー、っと、これも Google フォームに名前と住所を書いてください。で、えー、この名前と住所は必ず申し込んだ時のものにしてください。 え名前はですね、あの、修了証にもはあの使われる、そういう名前ですね。えー、で、この Google Meet のチャットボックスで、Google フォームのリンクをお知らせしたいと思います。えー、で、最後に、スラックに参加できていない人のサポートをします。えー、最初にですね、もうスラックに参加している人でも、実はその通知ですね、ノーティフィケーション、それを受け取る設定にしていない人がいるみたいなので、それをまずやってもらって、 そして、まだ、あの、スラックに入っている、入ることもできていない人は、その参加のサポートを私の方でします。はい。えー、以上ですね。えー、このビデオでは以上。あ、なんですが、まだちょっと、あ、すみません、少しありました。ごめんなさい。はい。えー、と、このスライドのリンクはビットリー、それから TTCB16A になります。えー、すみません、もう一つあります。個人面談なんですけど、あ、個人面談の場合にもう一つ、ごめんなさい。えー、このビデオに知らない言葉があったら、暗記、クイズレット、メモライズ。 こういうあの、えー、アプリに登録してぜひ忘れないようにしてください、はい、それから個人面談ですが毎週1回個人面談をしています、えー、カレンドリーというあのオンライン予約システムがありますからそこで予約をしてください、はい、でこういうふうに日付を決めて、えー、その1日を選ぶと時間が出てきますからその時間を選んでください、はいえー、それでは私からは以上です 1>, 1月13日に Google Meet で皆さんにお会いできることを楽しみにしています。さよなら。